こんにちは。今日は、S クードにミューレンシートを以前に装着したお車のミューレンシート本体のメンテナンスのために S クードさんがお越しになりました。いつものように PPL をお求めいただきました。それでは PPL を、お試しなしで投入した鈴木 S クードのマニュアルでございます。素晴らしいです。ありがとうございます。どんなとこ素晴らしいですかね。ボディが頑丈になってるわけです。ギアはどうですか。ギアは張りやすくなりました。さすがですね。あとどうですか、路面のこうやって揺れた時の跳ね上がりがこう柔らかくなってるんじゃないですかね。そうですね。タイヤの空気が少し甘くなったがごとくのような、どうですか。がっちりしてます。ありがたいな。今日はお試しなしですからね。ギアもなんか軽くなったように見えますよ。そうですね。こんなものでしかしギアが治るのか。じゃあここをターンしちゃいましょうか。キュッと、はいはい、小さく小さく。いやでもね、車軽快に見えますよね。ほんとほんと、おギアが軽くなってるっていうのはすごいな。シフトがちょっとね、このギアが壊れてたような感じがするんだけど、それも直ったような気がする。ああやっぱし、あでもね、走りすごいフラットだと思う。ねえ、うん、全然揺れ返しも早く収まるし、うん、過大な揺れが起きないし、いいと思います。ディテールいいですね。いいでしょ、おすすめしますよ。ありがとうございます。じゃあ次のブラインドコーナー曲がると一旦停止があります。じゃあここで右折のウインカー出していただいて、はい、そうです。じゃあお付き合いありがとうございました。いかがですか。いつものテストコースをいつものように走ってみていただきました。シフトが入りやすくなった、加速が少し良くなった、乗り心地はかなり良くなったというコメントをいただきました。ぜひ皆さんも一度お試しくださいませ。ご視聴ありがとうございました。